1946年のダブレールです。純正を生かしたボバースタイルに乗ってます。ボバーって言っても私の中ではチョッパーかな。まあレーサーって言ってもいいんですけど、まあ、そういうイメージで今回乗らせてもらってます。シートは当時のベーチシートをつけて乗ってます。まあ雰囲気が違うかなって思いますね。リジットフレームになってるんで、シート下に RR のスプリングを装着して、ポコスティックではなくてスプリングな感じがレーシーな走り心地かなって思ってます。ハンドルはフランダースの11番、あ、いや8番8番かな、8番ですね、がちょっとワイドな感じですごい乗りやすいんですけど、それもなんか往年のレーサーのような感じがしてます。エンジン内容はフルストックでノーマルカムで、唯一やったのは4速ミッション。本来だったら3速なんですけど、3速のクロスのミッションにしようか迷ったんですけど、4速を持っている情報があったので4速を買ってつけることにしました。まあ、特に大きなチューニングはしてないんですが、街乗りに適したセッティングにはなってると思います。細かい部分のパーツとかでもエンブレムは当時もの、今は高価じゃないですか。あとは鉄レバーとかその辺はかっこいいなって思われてるパーツなので残しておきました。でフロントフォークは4号のスプリンガーではなくて74スプリンガーを装着してます。なのでブレーキがスターハブで別体にはなってるんですけど、4号のかっこいいスプリンガーもあるのでそっちもつけてみたいなとは思ってます。あとはオイルポンプをオイル量を上げてもらった、加工してもらったくらいですね。あとは、まあ、大体これぐらいですかね。最近乗り始めたばっかなのでシフトチェンジが難しいんですが、まあ、雰囲気を味わうにはヴィンテージはかっこいいなとは思います。あんまり派手な運転はできないんです、できないのでおとなしく乗ってます。レースに出るんですよ。ビーチレースなんですけど、サンドフラッツ仕様はタイヤを履き替えて挑もうと思ってます。当日、多分遅いと思います。
けど頑張ります。砂浜の上でエンジンをかけるのですごい難しいんですけど、もしかけれなかったらとかけてくれる人いたらお願いします。申し訳ないんですけど助けてください。応援よろしくお願いします。